どうも、背中の装備がエールストライクガンダムと言われてますが、あまりわかってないハピです。初代のガンダム無双に出てくる機体なら、結構わかるんですよ。で、久しぶりのこの栽培所から始めて、どうしたんだ？実は、この栽培所がなくなっちゃうんです。マジか、お前気に入ってたのにどうしたんだぜ。この前のコメントで、タクティカルフレームの新バージョンが来たというのを見まして、早速新バージョンにすると、かなり大型というか、いろいろと変更があったんですよ。おお、大型ってことは新要素がたくさん来たってことか。新しいロボット、新しいアイテムといろいろ変わりました。で、この金化層、鉄化層の植え方も変わりました。ということで今回の予定は、拠点の整備、通常世界の探索、タクティカルフレームをやっていきます。やれやれ、今回も黄昏は進まないのか。そういえば溶鉱炉をいじってて気づいたんですけど、これホッパーつくようになったんですね。GUI が追加されたからかもな、すごく便利になったぜ。前まで手動でやってましたからね、これで選鉄を鉄にしやすくなります。ところでお前、タクティカルフレームベータ 3.0 で騒いでたが、ちゃんとベータ 2.5 やったのか？あまりやってないです。GUI が追加されたくらいしか、お前わかってなかったしな。さて、前回から始めたガラス壁作戦ですが、ガラスの量が足りなくて、あまり高くない壁しかできてないんですよね。だがロボは通れない高さにはなったな。白アグレシオンは例外だが、おい待て、どうして水の上にもガラスを張ってるんだぜ？これはですね、この壁の中を村にしたいからなんですよ。水があるとメイドさんや村人が歩きづらくなっちゃいます。なるほどな、だから水の上にはガラスを張ったというわけか。でも私、ガラスを張ってから気づいたんです。普通に土で埋めた方が良かった。ほんまの転倒じゃねえか。それでは、このカットオールでボロボロになった動物小屋を解体していきました。新しくなってる。いやー、解体だけのつもりが楽しくなって、建て替えちゃいました。飛行能力ができたおかげで、建築も簡単になったので良かったです。その飛行能力だが、チートってめっちゃ言われてたぜ。そんなわけないですよ。ただ上空からスナイパーライフルで一方的に攻撃できるだけじゃないか。それ十分すぎるだろ。逆にそれでチートじゃないなら何がチートなんだよ。焼きプリンのうまさはチートです。あれは確かにな、100円未満なのにうまいよな。ってちげえよ。バットはダメ。って、最初に言った、鉄化層と金化層の仕様変更について説明します。まず栽培方法ですね。いつもならこういう場所に、適当に植えられるんですけど。植えられなくなってるな。そうです、鉄化層も金化層も、普通の作物と同様、クワで耕して、植えなければいけないようになりました。それであの栽培所を一度壊したのか。まあでも、和むように置いとけばよかったなぁと思います。さて久しぶりのコメント返信です。そして久しぶりの登場だよ、昨夜。いつもしようとすると尺が足りなくなってたらしいですからね。これからは私の時代ってわけだね。そうです、お嬢様の時代です。じゃあこれからヒドラを倒しに行こうか。コメント返信してくれません？あ、そういえばそうでしたね。お嬢様、私がコメントを読みますので、それに返信してください。わかったよ。アカネとアオイとユカリは、アカネちゃんたちの米返信好きだったのに、なんか悲しいな。申し訳ありません。これからは少しだけ出る形となってしまいます。さあ次だよ次。モッド制作者さんが読みは無人だそうで。無人だろうよ。あれ無人なんだね。そこまで殺伐としてなくてよかったよ。Sなお嬢様もいいですが、優しいお嬢様も。ゴフ、エールストライクみたい。エールストライク、エールストライカー。今装着してる装備のことですね。エールストライク？お嬢様はチンプンカンプンなので、私がお答えします。ただ、簡単に調べただけですので、間違っていても少しお許しください。エールストライクガンダムとは、機動戦士ガンダムシードに登場するモビルスーツです。ストライクガンダムという機体に、エールストライカーというのを搭載したガンダムのことらしいですね。もっと簡単に説明して。つまりハピが装着してる装備は、エールストライカーに似ているということです。なるほど、ありがとう昨夜。このタクティカルフレームは登場するロボット、武器や防具がこういうのを参考に作られているらしいです。オール戦だと姫安駅も出るぞ。レキューは弾薬戦、他を400くらいがいいはず。建造レシピありがとうございます。こちらのコメントを見た後に、ハピが制作者さんのページに行くと、きちんと細かく書かれていました。じゃあ今まであいつがやっていた建造レシピは何だったの？まあそれで北方世紀という感にも出会えましたし、無駄ではなかったと思います。
もっとコメントを返信したいところですが、時間が来てしまったので終了させていただきます。最後にいつもうぼつ、おちコメントありがとね。少し投稿が遅れてしまったせいか、広告もたくさんしていただき感謝します。ではでは。さて、無事畑ができました。畑に柵つけただけか、やけにシンプルじゃねえか。シンプルが大事なんですよ。さて、では一仕事終えたし入居しましょうかね。なら私はこの作物の成長でも見とくぜ。前までの植え方と比べて、成長スピードの違いとかあるかもしんねえからな。じゃあノイちゃん、大人一枚と子供一枚。大丈夫大丈夫、耐えれるから。耐えてもクローンがありますから。じゃあホッポちゃん行こうか。あれ、ホッポちゃん一人で入るの？ダメダメ、今あのバナナンは畑を観察してるから。ああダメダメ、私が殺されてしまう。ああ、行ってしまった。仕方ない、ノイちゃん大人一枚ね。いやあ、ほんとホッポちゃんはマリ離れしないなあ。ここに装備を入れておいてっと。そういえば、ここの温泉の効能をつけてなかったですね。染料を入れると、いろいろポーション効果がつくみたい。やったー、ホッポちゃん来たー。ホッポちゃん帰ったと見せかけてくるとかほんとあざとい、エンジェルかよ。え、ホッポちゃん行っちゃったの？ははは、まったくホッポちゃんは賢いなー。どうしよう、殺されてしまう。そうだ、ここは私の華麗な嘘でごまかしてしまう。よう、楽しそうにしてんじゃねえか。いや別にスキンは男じゃないからセーフだと思うんですよ。というか何入ってきてるんですか、ここ男湯ですよ。ああ、来ないで、来ないでー。そういえば、メカニズム入ってるのに、メカニズム要素入ってないじゃないかと思ったので、メカニズム要素を出します。お前いろいろと工業モッド入れてるのに、ほとんど IC2 ばっかだよな。やっとメカニズムをやるのか、少し見直したぜ。ということで、オスミウムインゴットの斧、ピッケル、スコップを作って、これを組み合わせると、オスミウムのパクセルというのができます。パクセル？これはなんだぜ？パクセルとは、スコップ、斧、ピッケルの効果がすべてついた万能ツールです。おお、ということは手持ちのツールを、コンパクトにすることが可能ってことだな。しかもこのオスミウムパクセルの攻撃力は8、ダイヤモンドの剣より強いのかな？つまり攻撃力もあるってことか、かなり使えるじゃねえか。おい、これで今日のメカニズム要素終わりか？メカニズム要素終わりですね。すまん、お前を一瞬見直した私がバカだった。で、録画外でガラスを張っている時に、赤仮想の種というのが敵からドロップしたんですよ。ほう、追加の種か。この種の状態だと、火炎耐性5分がつく水筒というアイテム、再生能力が4分間つくココアというのを作ることができますね。それじゃあこの赤仮想の種は、飲み物に使えるんだな。火炎耐性とかヒドラ戦にはとても便利ですね。ヒドラの炎で結構焼け死んだクラフターもいるだろうな。その中の一人が過去の私。あの炎と地形破壊は、本当に苦しめられました。しかしココアと水筒でヒドラも簡単になっちゃいます。ココアに負けるヒドラか、なんか悲しいな。おいおい、ところでお前5個もレプレインゴットを作ってどうしたんだ。ふっふっふ、新しいタクティカル装備。タクティカルウェポンズ。タクティカルウェポン、急に出てくんなよお前ら。それならもっと出番ちょうだいや。ほら出番アクしろよ。コア、5本、それではこのタクティカルウェポンについて説明します。これは見た目ヘルメット装備なのですが、違いがわかりますかね？背中の装備が追加されています。頭には何も被ってないのか、すっきりしていいじゃねえか。で、このタクティカルウェポンの効果は、アルティメットウェポンというのを打つことができます。アルティメットウェポン、めちゃめちゃ強そうじゃねえか。一応テストワールドで試し打ちしましたが、威力としては申し分ないです。それは早く見たいぜ、早速打ちに行こうぜ。いえ、そんなマリサのマスタースパークみたいにポンポコリンと打てるわけではないです。そんな打ってないわ。このアルティメットウェポンを打つときに、経験値を30消費しないとダメなんです。30、おいおい最高エンチャントレベルと同じじゃねえか。申し訳ないが、それなら私はエンチャントを選ぶぜ。まあまあ、見ればわかると思います。それではタキューちゃんのレベルを上げながら経験値をもらいました。安定のスケルトンタワーで貯めてきたぜ。倒したスケルトンの数はだいたい80体くらいですね。タキューちゃんのレベルも14になりました。火力もさすが戦艦、100超えで今の深海星艦メンバーの中でトップだぜ。さあ行きますよ。アルティメットウェポン、マルチプルランチャー。
あーた Q ちゃんが巻き添えを食らってしまったおい、傍聴してると、早く助けるんだぜ。待って、なんでソードビットが言ってるの。モードをフライにして、回収、できない。奥のランチャーが邪魔してるな。湧いてきたのか。退避、退避。ふぅ、やっぱフライモードは便利ですね。一応これからは、拠点内と拠点付近でしか使わないようにするぜ。それよりタキューちゃんを復活させるのに4レベ必要なんですよ。4レベか、手っ取り早くスケスポで集めてくるといいぜ。そうします。溜めてこようとしたら、何やら変なマーカー線が出ていました。この線、なんだかビルドクラフトの青マーカーに似てるよな。これはきっとゾンさんの仕業ですね。事情聴取しましょう。オイゴルは殺されてんのか。突然なんなの。しらばっくれるのはその花だけにしとけや。どういうこと。いやーすまんな。この上にある青マーカー、何かわからないか。あーこの青マーカーか。君たちが書いたんじゃないのかい。嘘をつくんじゃない。何このヤクザ。結局、あれは何なのかわからなかったぜ。とりあえず今回はここまで。また見てくれだぜ。